皆さんこんこにちは ND フィルターによるシャッター速度変更を GoPro9 でやってみました。今回用意した ND フィルターはこちら ND24816 そして下辺 ND8 から128です。詳細は概要欄に記載しました。GoPro は一般的な一眼レフカメラと異なりその場でシャッター速度がモニターできません。その代替として 動画ファイルに含まれているメタデータからシャッター速度を抽出しますつまり動画を取り終えてから検証を確認するということになります具体的には Excel マクロを使ってグラフ化しました右下のグラフの上がシャッター速度下が ISO 感度を表していますこの動画の現時点での数値が60秒前まで遡って表示されています GoPro の設定メニューで最低感度の ISO100 に固定しましたまずは ND フィルターなしの状態からスタート一定の光量で比較するため東京ディズニーリゾートの堤防から東京湾の水平線上の青空を被写体にしましたこの時の値を読み取ってグラフにプロット値は多少ふらつきますがご愛嬌ということでご勘弁を願います次に ND2 のフィルターを装着します 向側に東京ディズニーリゾートのモノレールの線路が見えます先ほどと同じように水平線が画面から消えるあたりの角度でグラフから台を読み取りますあとはいろんな ND 値に対してひたすら同じ操作を繰り返します参考までに Excel のマクロを概要欄に載せておきますメタデータにはシャッター速度や ISO 感度以外に GPS モーション情報などが満載されています GPS については 私のウォーキングや車載動画で紹介しています工夫次第で面白いことができそうです最後に可変 ND フィルターを装着します可変 ND フィルターは1枚で済むので便利です一方厚みがある分、蹴られ現象が気になるところ実際、超広角モードのスーパービューで蹴られはありましたリニア水平維持では GoPro を傾けても多少振動させても問題なさそうです 最後に一番大きい ND です。ND で問題となる高い ND 値側での x 乗ムラはどうでしょうかデータをプロットしました横軸が ND フィルターの番号 ND=1 が ND フィルターなしのデータです縦軸がシャッター速度シャッター速度の単位は秒の逆数です 横軸、縦軸縦とも対数表示、ほぼ直線に乗っているのでそこそこ正しいデータかとこの簡易な検証で確認できたことは ISO100 で固定した場合1 60分の1のシャッター速度を実現するには ND128 程度の ND フィルターが必要になるということです。ごご視聴ありがとうございました。